はい、皆様いらっしゃいませ。こんばんは。スシローカンナでございます。それでは、カスタムロボーブイツやっていこう。せっかくね、オンラインに加入したということは、ね、こういうのもやっていきたいわけですよ。足の名前、カンナ。カンナナナナナ。カンナナでいこうか、じゃあ。はい、カンナナで OK です。はい。お願いします。カスタムロボとかめっちゃして。飛び立ちの激動変身。懐かしいカスタムロー。やば、久しぶりすぎて。やってたー、カスタムロー。あーやばー。あー、CD ボタンか。はい。ムービー。あー、主人公ー。あ、こんなん出るんやな。ボタン配置確認とか。はい。どうして出てくるかー、カンナナお兄ちゃん。ああ、ベッドから転げ落ちたんでしょね。なんて妹に醜態をさらしてしまっている。マスターカスタムロボでも夢でも見てたんでしょね。夢に見るまで、お前はカスタムロボに支配されているのか。あ、そうでしゅ。そのカスタムロボでしゅよ。お兄ちゃんってロボが届いてますよ。早く降りるでしゅ。ダンボール戦記。父さんのロボ、ああ、強制的に動いてる。私が動かしてるわけじゃない。おはようかなな。相変わらずお寝坊さんね。マーム！あのね、あなた宛に小包が届いてるのよ。AX00?AX00 かな。カスタムロボは友達とやりよっただけであって、ストーリー知らんけんな。はい、これ。やりましたね、お兄ちゃん。プレゼントが当たったでしゅ。検証で当たるもんだね、カスタムロボって。これが前から二人騒いでいたカスタムロボだよね。そうでしゅ。今時カスタムロボ持ってない子供なんていないでしょ。いじめられる、それだけで。カスタムロボ持ってないだろ、おめえって言われる。まあ、買ってくれないからお兄ちゃんはプレゼントでやってたんでしょ。すっげえ主人公。団子検証に応募した、お前。コロコロとか送りまくったよな。へえ、そうなんだ。ママー、流した。ママが、ごめんね、そんなに流行ってるとは知らなかったわ。まあ、ママってそんなもんだよ。だいたい。ねえ、包み開けてママにも見せてよ。ふーちゃんも見たいでしゅー、見たいでしゅー。お前自分のことふーちゃんって言うタイプか。カンナは鼓を開いて中身を取り出す。何それ？その四角いサイコロみたいなのがカスタムロボなの？あ、そうそう、投げて展開してサイコロ状の投げて展開してロボットになるんだよ。ああ、何も知らないんでしゅね。なんかスティック回してさ、早くロボット状態にしてた気がする。ロボキューブといって持ち運ぶときはこういう形をしているんでしゅ。詳しい。使うときに囲いにロボに変身変身するとるんでしゅ。それを言うなら変形でしょ。まあ、ロボに詳しくないくせにツッコミが鋭いでしゅ。ママの方が一枚持ってやった。お兄ちゃん、早速ロボ当たらせるでしゅ。ふーちゃんと一緒にロボステーションに行くでしゅ。今、果てしない冒険の扉が開かれたのでしゅ。お前なんや。少年は涙をこらえ、ママに別れを告げて旅立つのでしゅ。ママ、行ってらっしゃいね。動かせない、私が。自分の家なのに。ああ、手放し運転、今。ああ、近い。家から近い。徒歩圏内にある。これがロボステージなんですか。みんな楽しそうですね。うう、実ってる。実ってるね、若い身で。すげえ。ああ、楽しい。すでに楽しい。何も始まってないけど。カスタムロボだぜ。カスタムロボ。さあ、お兄ちゃんもバトルするでしょ。でもお兄ちゃんもロボバトル初めてでしょね。そうですね。もう何年前の記憶だ？これは。よく考えたら、ふーちゃんもやったことないでしょ。お、いじめっ子だな。こういう時に来るのはいじめっ子と相場が。んでっぱ。んおじさん、お前、スネポジじゃないよ、お前。なんだか知らないか、ウィリエッツ。あの子、ジャイアンポジションじゃなかった。顔が優しすぎた。異様に顔が優しい。お前、初めて見る顔だな。いい意味のコマンダーか。コマンダーって言うんでしたっけ。この子、この間僕のクラスに転校してきた子だよ。怖っ、お前。名前は、カンナナ君って言ったよね。初見で名前を覚えられてる。怖っ。ほら、僕、同じクラスの太平だよ。太平。転校生かい。あれはゲンタってんだ。逆じゃねえ、お前ら名前の感じ。お待ちのことは何でも聞いてくれよ。で、そっちの小さいのは何だよ。小さいのって言うのはわしの妹。私、妹の双葉でしゅ。ふーちゃんと呼んでくださいね。兄をよろしくお願いいたしますでしゅ。丁寧。
あ、カンナナ君もコマンダーだね。手持ってるロボ見せて。いや、さっき届いた。さっき届いた。あ、これ新型ロボレイン2じゃねえか。これって限定生産品ってやつだよね。カンナナ君プレゼントの抽選で当たったんだね。買ってくれへんからな、ママが。そうなんで、調理屋もなんでしょう。強い機体を持っているかといって、パイロットの性能が悪ければ、機体の性能を引き出すことはできない。でもお兄ちゃんはまだ仮想ロボやったことはないんでしゅ。これはギャンに負ける展開やな。ウィングガンダムを使ってギャンに負ける展開が見えるぞ、私は。なるほど、任せてくれよ。仮想ロボのことならゲンタ様が何でも教えてやら。ジャイポチお前か。カンナナ君、これまだ。アイコンタクトレジスターを済まってないね。アイコンタクトレジスターって何ですか？レジスターって言ったらあのピッてレジスター押すやつやろ、あれ。これじゃまだ君のロボになってないよ。大変、お前今、お前自分の目、アイコンタクトレジスターとやらを自分の機体にして登録するつもりやな、お前。僕、ロボは最初に目を合わせた人が持ち主として登録されるんだ。こう、ハイテク。だから大変が今ガッてレイ2を奪って目合わせて自分のものにするやろ。そしてその辺の命令しか受け付けなくなるんだよ。逆に怖くないそれ。カナダ君ロボを変形させてアイコンタクトレジスターを済ませるんだ。なるなら俺が代わりに済ませてやってもいいぜ。いや、多分太平がバッて奪うと思うから私。何言ってんだい。それでゲンちゃんのものになっちゃうじゃないか。バレたか。冗談だよな。あー、勝手に済ませてる。アイコンタクトレジスター完了。これでそのロボはカナダ君のパートナーだよ。パートナー。よし、早速バトルだ。遊び方の説明は大大変に任せな。こいつ気が弱いからあんまり強くないけど勉強家でな。リクだけはバッチリだから期待してくれよ。ジャイアンじゃねえ、全然。ゲンちゃんあんまり褒めてないね、それ。まあ、よろしくね、カナダ君。じゃあそこの空いてるデッキを使うか。よかった、所詮ギャンじゃないらしいわ。腹出てる。大変、お前腹が太りすぎて弾けて出たよ今。じゃあ簡単に遊び方を説明するね。ああ、そうね。エネルギーをゼロにして。スティックで言うと A ボタンで眼攻撃。適当に動き回って相手を防ぐから僕は出してごらん。お前舐めてんのか。もう一回説明してから。いや、大丈夫です。これ十字キー操作の機関でスティック操作なのな、全部。バトルが始まると最初にキューブを打ち出したロボのキャノモットから現れるんだ。ああ、赤い腕から打ち出されるのが君のロボキューブね。はい。次は転がって止まったところでロボに変形する。これ転がった面で、なんかあるんじゃなかったっけ、なかったっけ。あ、ちゃうな、背面とか。お前自分に寄せたな。お前めっちゃ自分に寄せてるやん。ヘプタンってお前もろ自分やん。顔対戦相手情報とか見る。ベーシックがスタンダード全部。あ、でもヘプタンっていう元々のやつのカスタマイズか。わしはほら、あ、これで詳細見れるね。ジャンプ、空中ダッシュ2回、ベーシック、アートは一緒やね。すげえな、これがわしの、ビルドストライク。じゃあ、バトル開始。あ、プラスボタンか。スタートボタンかな。わからんくなる、たまに。64コントローラーじゃねえからな。うわ、夏。うわ、夏。やば、夏。やばい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 。ほら、早く、展開展開。いけよ、この野郎、舐めやがってよ。B ボタンで。B ボタンでボムね。了解。R でじゃん。おっと、死なねえよ、その程度。ガードとかなかったっけ。あー、サブユニット。サブが、L で、L でサブね。自爆ショーのあやつ。リロードあるっけ、これ。うわ、楽しい、これ。うわ、ごめんなさい。今何？あ、ダッシュありか。ワインでダッシュね。了解。ほら、ほらほらほら、ほら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 、楽しい、やべえ。ほらほら、大変、どうした、大変。大変、どうした、これって自爆しまくったらどうなるんだろうな。おーい。おーい。いじめてしまった。ごめんな。ありがとう、俺のカスタムロボ。わ、懐かしい。でもやってた多分初代カスタムロボなんだ。カナダ君筋がいいじゃない。確かに初めてシャイ動きしてるぜ。お兄ちゃん、花話しくデミを飾ったでしょに。セーブします。はい、セーブさせてくださいね。あおー。
あ、2 on 2フリーバトルができるね。おう、はい。ゲンちゃん。お前がギャン使いか。Z トリガーのボット攻撃ね。それが L か。なるほどな。わかったわかった。うん、食らったんだ。大丈夫。説明は大丈夫です。あー、説明をしました。ごめんなさい。もういいです。わかってる。なんとなくわかってる。チュートリアルだ。お前は所詮、みんな自分の顔になるんだね。そういうもんなの？赤さまやつじゃないよ。じゃあこれわしの顔なの？わしこんなイケメンなの？行くぜ。バトルスタート！いかん、それはダンボール戦記やな。アタックファンクション。行くぜ。アタックファンクションや。大体相手と離れて展開しようかな。あ、楽しい。楽しいでござる。遅いぞ。出だしが遅いぞ、貴様。あ、降ってきてる。ダメ。まあ、ポットで。なんか、あ、そうか。スティック二同士でダッシュが入る。なるほどな。おらおらおら。どうした、スネちゃま、スネちゃま。スネちゃま？スネちゃま。あなたがゲンタ君じゃねえや。お前ゲンタ君やったわ。ゲンタやったな。ゲンちゃんだった。おい、ゲンちゃんどうした？いやー、やめてほしいな、それは。楽しい。やべ、終わった。勝った。超楽しい。これ画面広げようか。ギリギリ広げれる？あ、ギリギリ広げれるな。ぴったりやん。最高やん。おい、お前、本当に初めてのダイブっていうの？最初受け回るだけでも苦労するもんだから。いや、一応経験者で20年ぐらい前に経験したことあるけど。これは面白くなってきたぜ。もうちょっと待ってな。誰が連れてくるの？なんかみんなお願いしまくんでるけど。ナンパ？ナンパですか？対戦相手を見つけてきて、ああ、はい、初心者、はい。初心者と、呼びつけておいて、その戦はひでえな。私より経験者やんか。まあ、現代の口に合わせたらいつものことじゃん。口の悪い出っ張ってめっちゃ嫌やな。いいぜ、相手してやるぜ。2対1？必ずってのは勝負だ。はい。ジャンプを使ってごらん。ジャンプ中に2回まで空中ダッシュができるよ。C ってどこやろ？アタックでダッシュのことね。ごっついな。ごっついわ。思ったよりごっついかけた。お前初心者じゃねえだろ、絶対。初心者じゃねえじゃん、おめえ絶対。楽しい。まあ、とりあえず距離開けようか。よし、距離開けて、スティック回して、で、起き上がって、ダッシュ2回できるの？ 2 回できてる今。今やな。ボムって、まあ、時間制限ないけんね、ゆっくり戦えば。壁、それ壁、かんなー、危ねー、いってーな、おめえもポット使いが痛い。自分のポットじゃねえ、今の。急に強くなるのよ、お前。ゲンちゃん、おめえ。あ、やべ。あー、急に強くなるな。急に強くなるな、ほんとに。おらよ、この野郎。いや、なんとかねえからな。懐かしすぎて、もうちょっと操作が重つくなすぎて笑うんだけど。あ、でもまあ、もうちょいやね。全然余裕じゃね。どうしたよ、名もなき少年。いや、まあ、あったかもしれんな。ごめんな。ほら、おい。よし、勝ってる。楽しいカスタムロボ。やばいな。いいな、こういうゲームって。サイドウェイポット、パーツチネル、あ、そう、買ってパーツもらっていくタイプやもんな。セーブ、めっちゃこまめにセーブさせてくれるやん。ありがとう。私がセーブしまくるやつやと知ってんのことか？キューブを打ち出す方法は知ってるから知ってるね。どの目が上になるから変形が終わるまで時間がかかるんだ。ああ、そういうことね。スティック早く使うんだ。スカ連打すれば早く起き上がることで。ああ、わかってる。ごめん、知ってた。ファイザーヘッド、お前、頭突きかましてきそうやな。偏見か。
偏見だったわ。ごめんな。カスタマイズなしで行こうか。標準がやっぱ一番使いやすいと思うんで。なんかドラゴンが出るさ、銃みたいなのがあったやけどな。なんやっけ、あれとかガトリングガンとか使いたいな。懐かしい、懐かしい。足が出たら最悪なんやろ。武器からさ。まあ、まあいいでしょう。うわ、めっちゃ飛んでくる。めっちゃ飛んでくるよ、お前。なんや、お前。いけるか、でか、でか、でか、虫が。で、植物が。なぜ、なぜ動かんじよ。見て、見て。ああ、やべ。なぜだ、なぜ動かんじよ。楽しい、やばい、やばい。お前には分かるまい、この俺の体を通して出る。いや、最終決戦みたいなセリフ貼ってるけど、私。全然まだまだいけるね。ああ、意外と耐えられてんだ。意外と耐えられてってか、私が思ってるくらってんだ。ああ、撃たれてるよ。ガードがないんだね。かなり竜が如くのせいでガードに耐えるんだわ。ガードに耐えてしまうよ、ロケンダイズも。こう思って、爆風当たるだけにタイムダメージって忘れるけど、終わりだよ。名もなき少年たちよ。私の前にヒレフスがいい。植物が。死だけの子供が。スタンダードボムやるな、お前。負けちゃったけど楽しかったぜ。また今度戦おうな。サカシーだけの少年たちを。あまよ。セーブするな。めっちゃセーブさせてくる。なんか知らんメガネのおっさんおる。怖い怖い。不審者がおるんやけど、どうしよう。あれカンヌナ、お前すごい才能があるんじゃないのか。いや、結構ダメージ食らったよ。うん、とても今日始めた人がバトルとは思えないね。まあもっと褒めてもええんやで。あんまりお兄ちゃんを立てちゃいけないでしょ。妹がまっともすぎるな。調子に乗っちゃうでしょ。もう乗っとると思う。いや、そんなことはないぞ、お嬢ちゃん。真摯だよ。あの、妹、お前、乗っとるやろ、あの、ボハムザ。ボハムザを構えろ。よ、ロマ博士じゃねえか。今日は一回で感染。一回で感染ですか？え、シッシュライミンだ。不審者だよ、あれ。まあ、そんなところだ。それに、この子は新しい友達か？いや、あの、違います。あの、転校生のカナナってんだ。はい。どうでしょう、どうも。カナナくんか。わしはね、プレッサー、草間だ。草間さん、はい。ステーションの、所長し、あ、ごめんなさい。不審者とか、不審者とか言ってすいませんでした。まだまだカスタムロボで遊びたいんで、取らないでください。取り上げないでください。あ、そう、天才学者だ。お前が作ったの。お前のおかげで研修になったと。ロマ博士と呼ばれておる。今そう呼んでくれ。そりゃとも今のバトル見せてもらったよ。いい動きをしていたな。やっぱり博士もそう思ったかい？うん、センスを感じる。ニュータイプかもしれない。今はまだまだだが、きっとすごいコマンダーになるぞ。バチの研究ターゲットにさせてもらう。ショタコンやったか、このロボ博士。俺は面白いやつと知り合いになったぜ。よし、今日から俺たちは友達だ。バトルするか、もう一回バトルしようぜ。な、カナナ。いや、いいえ。私はまだそんなに心を開いたとは言うてはいない。変更してばかりで友達いないんだろ。遠慮するなよ、ウィシェちゃん。お前の笑い方独特やねん。強引だな、ゲンちゃん。でもよろしくね、カナナくん。お前も来るんかい。明日から早速、特訓な、バッチリ情報を教えてやれて、またここに来な。ちょっと頼りない親友という気もしますが、もう親友にってな、早くない、妹。まず友達ができて、よかったですね、お兄ちゃん。いや、今日はもう遅いから帰るでしゅ。みなしゃん、また明日。さよならでしゅ。お前が仕切るんかい。同室。妹と同室かい。ね、カスタムローの夢でも見る？データ、はい。めっちゃセーブさせてくれんね。ありがとうね。はい、ありがとうございます。あ、勝手に起きた。勝手に進んだ。動ける、自由に。やっと自由に動ける自由に動けるー。ゲームはやめるってある。文字速度。あ、でも、早めにしてくれてんねんな。ありがとうございます。カスタマイズできるん？まだパーツ持ってないやろ？あの、なんか。そうやんな。まだ持ってはないもんな。なんか、設計図みたいなのを手に入れたって言って、ああ、このカシャカシャ音いいな。わかる？わかる？このカシャカシャ音。なんであれやな、タイニーオービットみたいに会社によってロボ変わるんやろ、これ。
懐かしい。ということで、いかがだったでしょうか。まあ、たまたまね、あるじゃんって思ってカスタムロボ始めてしまったんですが、続けるかもしれないし、続けないかもしれませんが、よければどうぞ、他の動画の方もご視聴くださいませ。めっちゃ楽しいカスタムロボやばいわ。それでは次回の動画でお会いしましょう。せい、バイバーイ。